ツイッターのトレンド入りを果たした話題のゴミミゴミ装備、状態異常確定蓄積と蓄積時攻撃強化のコンボでまさかの物理ダメージ 1.2 倍っていうぶっ壊れの性能。しかし取り扱いも難しいっていう欠点もあり、本当に強いのっていう意見もよく聞きます。装備とは自身のプレイスキルや目的にあってこそ進化を発揮するので、あなたと相性が悪ければ笑いの装備を使っていてもうまくモンスターを狩れない可能性があります。そこで今回は話題のゴミミゴミ装備や既存で猛威を振るっている体験装備と徹底比較を行いますので、本動画を最後まで視聴いただければどの体験が強力なのかわかると思います。ちなみに当チャンネルはライズから150本以上の体験の攻略動画を投稿してきた攻略特化型チャンネルで、これからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは今回はゴミミゴ、これ噛みますね、ゴミミゴミ構成の性能、装備紹介&比較、実践の順に解説をしていきます。まずは話題のゴミミゴミから解説をしていきます。名前の由来は頭の頭文字を上からゴミミゴミとなっているからですね。まさかのネタ防具かと思いきや、これを装備すると強力なスキルが5つも付与されてくるんです。まず1つ目は状態異常確定蓄積レベルマックスです。モンスターの攻撃をうまく回避すると12秒間攻撃を当てた際に状態異常が確定で蓄積します。ちなみに被弾した時でもタイミングが良ければ発動します。蓄積ってなんやねんって話ですが、毒とか爆破属性ってモンスターに攻撃を当てた時にたまにエフェクトが出ることがありますよね。これが蓄積です。要は内部的に敷地みたいなのを持っていて、それを超えるまで攻撃しないと蓄積は起こらないわけです。しかしこのスキルが発動すれば12秒間確定で蓄積するわけです。そして2つ目が蓄積時攻撃強化レベルマックスです。これは攻撃をした際に状態異常が蓄積するとなんと威力が 1.2 倍になります。ただしここ注意なんですけど、蓄積が起こったか否かなのでモンスターが状態異常になっているかどうかじゃないんです。なのでさっきのスキルとめちゃくちゃ相性いいんですよね。そしてこの 1.2 倍っていうのが最終的な物理ダメージに対して乗算がかかるっていう破格の性能です。例えば火事場スキルは 1.3 倍で強化ノートは 1.1 倍ですが、これらは武器の攻撃力に対して乗算がかかるんですが、蓄積時攻撃強化は最終的なダメージに乗算がかかるので、会心や肉質補正と同じくダメージに与える影響が大きいんです。波打ちスキルと同じですね。なので小樽爆弾を投げてそれを回避して小樽一子火星の構えで新溜め切りを当てればお手軽に 1.2 倍のダメージを実現できるってわけです。状態異常に関しては毒属性一択です。なぜなら麻痺や睡眠は状態異常中は蓄積が起こらないっていう仕様なんですけど、毒だけは唯一重複して蓄積し続けるからです。そして3つ目が構成レベルマックス。これで毒状態中に攻撃力が15足され会心率が 20% も上がります。4つ目は名槌の恩恵レベルマックスです。風圧耐性と毒の効果時間を高めてくれるので構成と相性がいいです。最後5つ目は回避性能レベル4です。回避の無敵時間が伸びるので状態異常確定蓄積と相性がいいんです。なんかこれだけ一気に説明を受けると、うわーゴミミゴミめちゃくちゃ強そう、作らなきゃと思うじゃないですか。しかしこれ実はそこまで甘いスキルじゃないんです。要は毒の蓄積が起こった瞬間しかダメージが 1.2 倍にならないわけです。ただし毒の蓄積っていうのは毒に弱いモンスターでも数回に一度しか起こりません。また蓄積は起こるたびに次の蓄積に必要な敷地が増えていきます。故にモンスターの攻撃を回避して状態異常確定蓄積を発動させる必要があるんですが、ここに問題が3つあります。まず1つ目はいくら回避性能があるからといってモンスターのモーションを熟知しているハンターでもそんなに簡単にフレーム回避ってのは成功しないっていうこと。2つ目はサンブレイクでは体験は一子火星の構えでカウンターを取る立ち回りが強力なので攻撃は回避じゃなくてカウンターで出した方が強力だということ。3つ目は12秒間っていうスキル時間があまりにも短いことです。なのでここが一番大事なんですけど、今まで紹介してきたスキルは発動すれば確かに強力なんですけど、そんなに簡単に発動させれるわけじゃないっていうことです。それでは先ほど紹介したゴミミゴミ装備と現在猛威を振るっている福間共鳴防具を紹介して
最後に火力の比較を行います。まずはゴミミゴミからです。武器はナズチの体験を使います。この理由は毒属性値が80と一番高いからです。毒を蓄積してやらないと何も始まらないので、他の体験は却下となりました。切れ味は紫30でスロットも豊富ですが、攻撃力が320と致命的に低いのが弱点になります。物理性能だけだとリオレイヤーの体験が340で百竜装飾額が2つついているので優秀です。それでは上から防具の会員連成と装飾品を見ていきましょう。会員連成は上から弱点特攻、攻めの姿勢、超会心、攻めの姿勢、攻めの姿勢で、お守りは攻撃3空きスロット2です。スキルに関しては先ほど説明してないスキルを説明しておくと、攻撃系の必須スキルは全て積んでおり、気絶耐性や駆け弓使いのような利便スキルもマックスです。ただし会心率は見切りがないので弱点特攻時で 50%、 毒状態にして攻勢が発動すれば 70% です。故にファイトのアイルの強化方向は必須になります。次は福間共鳴構成です。体験はボルボロスです。攻撃力は360、切れ味は匠2つで紫10、会心率がマイナス 20%、 空きスロットはありませんが百竜装飾額は2つです。スロットがないことや切れ味が悪すぎるのが弱点になります。ナズチ体験とこの時点で攻撃力が40も下がるのが大きいです。この40に対して攻めの姿勢、強化ノート、攻撃スキルの乗算により55も最終的には差がつきます。防具の回転性は上から攻撃、攻めの姿勢、攻めの姿勢、見切り、攻めの姿勢、お守りは攻撃3アキスロット2です。それでは早速スキル構成ですが、攻撃のスキルを詰めるだけ積んでいます。福間共鳴と逆恨みのコンボで一気に火力を上げる構成です。弱点特攻時の回心率は 70% なので、ファイトのアイルの強化方向を活用しましょう。切れ味も紫20なので注意です。駆け虫使いは1つしかないので、駆け虫受け身や一矢かせの構えを対応するときはゲージ管理に注意を払う必要があります。それでは早速火力の比較をしていきましょう。いろんなシチュエーションで比較していきます。まずはゴミミゴミにて一番火力が出るシチュエーション、つまり毒状態中かつ毒の蓄積が起きた時です。今回はみんな大好き汎用カムラ体験も一緒に比較していきます。結果についてはゴミミゴミの構成の方が福間共鳴の構成より約 4% 強力であるということが分かりました。攻撃力は85も離されているのに蓄積時強化の 1.2 倍が効いた形ですね。しかし話題を呼んでいる割にはそこまで火力差が出ていません。この理由はナズチの体験の攻撃力が低すぎることが原因です。次はゴミミゴミにとってのバッドシチュエーション、つまり毒状態ではなくおまけに毒の蓄積が起こらなかった時です。結果については福間共鳴構成の方がゴミミゴミより 20% も強力であることが分かりました。それどころか汎用型のカムラ体験の方が 10% も強力です。故にゴミミゴミってシチュエーションが悪いと本当のゴミ装備になってしまうわけです。1回でもこのシチュエーションが起こってしまうと次は5回連続毒蓄積で新タミギリを当ててやらないと福間共鳴構成に劣るというわけです。それはもはや神業と言えるでしょう。つまり結論としては火力を重視したいのであれば福間共鳴構成の方がはるかに実用的だということです。ゴミミゴミ装備を使ってフレーム回避を決めまくれる猛者であれば福間共鳴による体力ダウンのデメリットなんてどうってことないでしょう。仮に回避を成功できたとしても相手の攻撃をできるだけ回避ではなくて一矢かせの構えで反撃したい体験にとって定期的に回避をしなければならないっていうのは大きな痛手になります。ゴミミゴミ装備を火力重視で採用するには残念ながら火力に欠けたというわけです。あともう 10% くらい火力がないと議論することすら難しいと思います。ただし毒による累計ダメージについては定量化するのが難しく、それ次第で結果が多少変わる可能性があります。今回は修練所のカエルのような30秒で150ダメージを与えることを前提としており、それをナズチの体験のダメージに含めています。さらにこれまでの比較結果はファイトのアイルーの強化方向が発動していることが前提でした。もし発動していなければゴミミゴミより汎用カムラ体験の方が平均的な火力は高くなってきます。とはいえゴミミゴミ装備の回避を主体とした立ち回りは非常に面白いので娯楽っていう観点ではいいと思います。なので私も実際に使ってみたんですがとても楽しかったです。最後に実戦でゴミミゴミ装備が瞬間火力を発揮している様子やどれくらい毒の蓄積が起こるのか、毒が弱点のしゃがるまがらで解説していきたいと思います。それでは早速戦っていきます。まずは発火方向に対して一矢加勢新タミギです。まだ毒の蓄積は起こってないのでダメージ出ませんでしたね。
そしてここで怒り方向を放ってくるんですが、若干ディレイさせて新タメ切りを当てていくんですが、一発目に蓄積されてしまったので2発目の新タメ切りに対して 1.2 倍の補正がかからなかった形です。毒が弱点のシャガルでもこれだったので初動を変えます。コタル爆弾を投げて回避で状態異常蓄積を発動させて、この発覚方向に対して新タメ切りを合わせると確定で蓄積するので 1.2 倍ダメージ出てますね。次の怒り方向についてはどうでしょうか。2回目に関しては蓄積が起こらなかったですね。なのでダメージが4000ダメージに届いてなかったです。今縦切りで毒が蓄積しちゃったんですが、こんな風に縦切りで蓄積しちゃうと新タメ切りの時に蓄積しない可能性があるのでちょっともったいないですよね。今双竜ひるみになりました。こういう時間に余裕があるときはコータル爆弾を投げて回避を発動させて、これで状態異常確定蓄積12秒間起きます。なので次のコータル新タメが確実に 1.2 倍でダメージを与えるわけですね。それでは引き続き戦闘をダイジェストしていきます。確定ダウンが起きたので距離を詰めてコタル石火星を当ててやります。ここ間に合わなかったんですが、2回目蓄積が起こったので 1.2 倍ダメージですね。ここで覚醒怒り方向です。石火星の構えをディレイさせて当てていきます。蓄積が起こったので 1.2 倍ダメージ出ましたね。次シャガルマガラの一番おいしいモーションです。2回目の爆発に対して石火星を合わせます。ここで2回目に対して蓄積が起きました。なので4000ダメージオーバー出てますね。確定ダウンが起きたのでここにコタル爆弾を置いて追撃をしていきます。しかし残念ながら1撃目に蓄積が起こって2撃目で蓄積が起こらなかったのでダメージ渋いですね。弱りマークになったので最後睡眠新タメを見ていただければと思います。こちらの戦闘はお供が眠らせてくれたところのダイジェストです。コタル爆弾を避けて状態異常確定蓄積を起こして、これで2発目で6709、とんでもないダメージが出ました。これがゴミミゴミの瞬間火力ですね。毒属性の蓄積で新タメ切りを当て続けることはほぼ不可能なので、もう少し火力を上げないと福間共鳴構成をしのいで実戦に投入するのは難しいと思いますが、使っていてめちゃくちゃ楽しいのは間違いないです。それでは今回はこれで終わります。また体験の動画でお会いしましょう。バイバーイ。